どうもこんにちは、小柳晋介でございます。そうなんですよ。私ね、見てわかるでしょバナナクリームサンド、ね、大好きなんですね。もうこれはね、バナナクリームサンドといえばですね、えー、スタジオからね、まあ、ヒッピーもね、事務所も近いんですけど、まあコンビニに、近くのも、最寄りのコンビニですね、だいたい2個ぐらいこう、仕入れてるみたいなんですね、1日。で、2個あったら2個とも買います。 大人なまあ、1個しかないときは1個必ず買います。ね。でまあ、夜行ったらないっちけど、けど、たい朝行くとあるんですね。もうそれが楽しみで。バナナクリームサンドといえばもう私ですから、もうこれだけはつっ,ってもね、みんな事務所でもね。でもみんなね、バナナクリームサンドやらね、ええー、って、なんか見たことあるけど、まあんまりなんとかって言うんですね。ふざけんなと、僕はあれがね、なくなったらもうちょっと、何なんですかね。困ります。 バナナクリームサンド大好きでこの頃ないわけですよちょいちょい行っても,こもう1週間以上見てなくてバナナクリームサンドないんですかねって言ったらもういやーってそらまあねあんだけ商品あるけん誰が買うとか覚えとらんねんけどねえいつもそうですよねあれいつも買われますよねって言っていやーちょっと仕入ればね、まあ、仕入れば他の店の仕入ればちょっと増やしてくれっていうのもあれやけん まあ、ちょっと俺がタイミングが悪かったろうね、と思ってからさ、まあ、バナナクリームサンドのことを思いつつね、仕事してるんですけど、うん。<laughs> この後ろ姿はあれやね、まみちゃんやね。ね、まみちゃんも、あ、今日はあれやね、チューハイを飲んでないね。そうよ、もお茶かコーヒーがいいとよ、仕事するときは。うん。バナナクリームサンドあるやん、ここに。<laughs> はぁ そういうことだよ、お前たちは。おいちょっと待て <laughs> <laughs>